どうも、生物観察の鬼です。こちらはタラの切り身ですね。タラという魚が生息してるんですよ。主に北の方の海に生息してる魚でして、これはマダラですね。マダラ。皆さんタラコってあるじゃないですか。タラコ。あれはね、スケソウダラという種類のタラの卵巣なんですよね。マダラの卵ではないんですね。スケソウダラはね、マダラよりもちょっとちっちゃめの種類でね。マダラはね、結構大きくて、こうやって身が厚いのでね、よく鍋物用に切り身として売られてますよね。で、タラって絶対加熱用って書いてあるんですよ。加熱用。つまり生で食べてはいけないということですね。タラを生で食べるとね、とんでもないことになるかもしれないんですよ。なんでやばいかっていうのはね、もうこの切り身めくったらわかります。スーパーで私ね、切り身探してたんですけれども、その時ね、見ちゃったんですよ。あれを。見ちゃったんですよ。あれをね。それじゃあ早速めくりましょうか。ペローンと。ほら!おったおった!うわぁ!え?うわ?あれ?一匹だけしかおらんのに。二匹おる。なんか一匹出てきとるの。あ、ここら辺にウニョンってアニサキスがいたんですよ。この辺からね。ちょっと覗いてるのが見えて、あ、これアニサキスいるなって思ってね。動画に撮るために、あえてね、これを選んで買ったんですけどね。これ、アニサキスですよ。これタラに寄生してるんですよ。主にタラの内臓に寄生してるものなんですけれども、まあ、タラがね、死ぬと、寄生してるタラが死ぬと、肉の中に入り込んじゃうんですよね。そう。これがね、この切り身の中に、今2匹だけしか見えてませんけど、他にもいるかもしれないんですよね。ちょっとめくってみようか。とりあえずこれ2匹だな。ちょっと、これ見つかったやつは避けときましょう。ほら、結構これ、いいサイズですよ。いいサイズ、大物。よく育ってますね。よく育ってるブリッブリのアニサキスです。他にはおらんかな。これね、こういう身の間、あ、おった。この辺におったな。この辺にくっついとったんよ。ほら。いましたよ。見えてたのは一匹だけなんですけども、一匹いたら何匹かいたりするんですよね。うわぁ、他におらんかな。ちょっと UV ライトが欲しいな。UV ライト当てたらね、いるかどうかわかるんですけども。うわぁ。まあ、私がなんでタラの切り身探してたかっていうと、アニサキス培養するためなんですけどね。アニサキスね、今、一匹だけ飼ってるんですけれども、まあ、それをね、ちょっと培養したいなと思いまして。で、やっぱ、ちゃんとした培地は用意できないんで、だったら、アニサキスが寄生してるマダラの切り身を入れて、その切り身の中に埋め込んでやれば、もしかしたら切り身から栄養を摂取して成長できるかもしれないと思いましてね。一応まだ死んでませんね、培養は。培養し始めてか、まだ死ん、あ、おったよ。うわ、またおった。うわぁ。これね、裏側が、なんかラップでぐしゃぐしゃってなってて、白くなってて見えないんですよね。それで全然わからなかったんですけども、4匹間、これ4匹目。もうおらんかな。もしかしたらね、もうこの肉の中に潜んでるかもしれないです。タラの切り身ってね、これアニサキスが潜んでるんですよ。これが危ないんですよ。ほら。うーわー、4匹持ったよ。ほら、みんな絡み合ってますね。仲良く絡み合っております。アニサキス。このアニサキスは最終的には海の哺乳類に寄生するんです。成虫は海の哺乳類に寄生するんです。これ幼虫なんですけども、幼虫が寄生している魚が、クジラさんとかイルカさんとかアザラシちゃんとかね、アシカさんに食べられることによって、その哺乳類たち、海獣の内臓に入り込んで寄生するんですよ。アニサキスは人間には寄生できないんで、まあ人間の体の中に入っていっても、いずれはアニサキス死んじゃうんですけれども、ただね、それでも一応人間に寄生しようとするんですよ。人間の消化管食い破ってね、腸とか胃とか食い破って寄生しようとしてくるんですよ。その時に、激痛が走るわけですよ。アニサキス生きたままね、飲み込んでしまうと、体の中入れちゃうとね、アニサキスが寄生しようとすることで、めちゃくちゃ痛いそうです。長くて1週間ぐらい痛みが続くそうでね、やばいらしいですよ。まだ私はね、アニサキスに当たったことはないんですけれども、なんかね、寄生されると本当に痛いそうです。皆さんも気をつけてくださいね。寄生してるのタラだけじゃないんでね、実は。でもタラはね、特に
確率高いです。もうマダラはね、解剖したらほぼ 100% アニサキスが寄生してるそうなんですよ。ですからね、やばいっすよ。しかもそのタラいつ取られたものかわからないじゃないですか。取れたてほやほやの新鮮なやつだったらね、内臓にくっついてるかもしれないですけども、もう時間が経ってるとね、やっぱりこの身の中に入ってっちゃうわけですよ。そうするとそれ生で食べると大変なことになるわけですよ。ただね、なんかラッコだったかな、確か。なんか水族館の飼育員さんのブログでね、読んだことがあるんですけども、なんかラッコの餌としてタラの切り身を与えると、そのタラの切り身の中にアニサキスが入ってた場合ね、その切り身食べずに捨てちゃうそうなんですよね。ラッコにはわかるんですね。ラッコはね、アニサキスが寄生してる切り身が分かったりすることがあるそうです。すごいよね、ラッコは。すごいよね。どうやってわかるんやろな、アニサキス寄生しとんの。もしかして紫外線見えんのかな。太陽光とか紫外線がこの身の中にこう入ってって、それで中のアニサキスが紫外線でポワッとね、人間には見えないぐらいのレベルで光って、それがラッコに見えたりするんでしょうかね。わあ、でもラッコってすごいよね。なんでね、ラッコはね、タラの切り身生で食べられるんですよ。やつらはすごいよ。人間よりもすごいかもしれん。でも人間にはできない芸当なのでね、我々人間はおとなしくタラは加熱して食べましょうね。この動画を見てる皆さんは多分小学生か元小学生なんで、好奇心旺盛なお子ちゃまだと思うんですけれども、いくら好奇心旺盛だからってタラを生で食べるのはね、やめときましょうね。すんごい痛い思いをすることになりますのでね、気をつけてください。それではね、この子たちは買おうかな、培養しようかな、こいつらも。ほら見てください、元気にうねってますね。個体によって体色が違いますね。なんで色違うんでしょうね。種類が違うのかな、それとも栄養状態とか成長段階によって色が違うんでしょうか。なんで色が違うのか気になりますけども、元気ですね。この黒っぽい子が特に元気ですね。ほら、もう好奇心旺盛ですよ。皆さんみたいですね。皆さん、スーパーで売られてるタラの切り身にアニサキスがついていてもクレーム入れるのはやめてあげてくださいね。こんなんね、肉の中に潜り込んでたら絶対わかりませんから。それで肉の中に潜り込んでる状態でパックしちゃって、でしばらく置いてると出てきちゃうんですよね。出てきちゃって、あ、アニサキスいるなってなるんでね、そんな気づきようないわけですよ。タラの切り身にアニサキスついてて文句言っていいのはラッコだけですよ。ラッコだけ。いや、だってね、生食用ってちゃんと書いて貼ってあるんで、そもそも加熱用ってラベルに書いてあるはずなんで、ね、生で食べるようとするのがおかしいんですよ。で、加熱したらアニサキス絶対死にますから、入ってても問題ないんですよね。ですからね、クレームを入れるのはやめてあげましょうね。もう切り身についてても、そのまま焼いたり揚げたり煮たりしちゃえばいいわけですから。なんてことはないです、アニサキスなんてね。人間の方がよっぽど怖いんで、安心してください。